単純に硬くなりました。右下の佐竹式ケムシ型カブトの突進に頼るだけの火力がないといけません。まずはコストが欲しいので、レオラでコストマイナス3をしながら、ケイティとディエイラで貯めます。赤髪をした白娘を使いながら、白王子も参戦します。アンブローズトークンをはじめは、佐竹式ケムシ型カブトに当てますが、その後は、前田武将にずーっと当て続けます。前田武将が動くまで当て、続けるため、少し遠くにノイシュブアンシュタイン城を配置しています。こうしないと攻撃範囲が広く巻き込まれます。一人、前田武将攻撃に巻き込まれる子がいますが、死んでも死なない子なので大丈夫です。レオラにより、王との戦いになるので、放置しかできませんが、アンブローズトークンが壊されるので、ポチポチ配置。トラスは主に佐竹式ケムシ型カブトに使用します。または敵が大勢押し寄せてきた時でしょうか。
相撲肩兜の攻撃力は、ここでは6戦近くになります。王子は耐えきれませんので撤退。チャンネル登録、高評価もお願いします。